もう先日は私はね、あのゾンビに襲われたからね、ゾンビに近づかないようにしてるんだ。ほらほら、来た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 、ほらほらほら、ほら怖えよ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 。カメラ止めた途端ね、ゾンビにまた襲われちまってや、怖えんだよゾンビ。こんにちは、ナクです。今日はですね、ゲームの祭典の一つのね、 E3 へ行ってみようと思います。私その他にもですね、海外の動画作っております、アメリカの動画作っております、大学の様子とかですね、ハンバーガー屋さん巡りとか、あとヨーロッパの動画も作っておりますので、よかったら見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ところで、あのアイスモナカ食べる？抹茶味だよ。まあいいや。あのね、 E3 のね、最初のところのね、動画撮れなかったから、まあこうやって歩いてるんだけども、次の画面からあの E3 になりますんで、どうぞ見てください。E3 のね、今年のパスはね、ペルソナごとね、あとほら、あの首にかけるあの紐の方は任天堂のマリオとかね、スプラトゥーンにやってたね。でね、今まだ朝だから、出店者の方もね、準備をしてるっていうところだよね。だからあのここもアニメエキスポと同じ会場になるんだけども、廊下は、まあ、まだ人がいないって感じだね。ちょうど飲み物ね、買う場所にね、キングダムハーツのあの垂れ幕あるね。はい、ダイングライト2って書いてますね。で、こう見ていくとね、ほら、またゾンビだよ、怖えよ、普通にゾンビ面白いね。もう先日は私はね、あのゾンビに襲われたからね、ゾンビに近づかないようにしてるんだ。ほらほら、来た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 、ほら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 怖えよ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 。ね、ゾンビね、基本的にね、怖えんだよ。ほら、なんかこっち見てるし、こっち見てるし、びっくりしたびっくりした。カメラ止めた途端ね、ゾンビにまた襲われちまってや、怖えんだよゾンビ。はい、こちらはね、戦乱神楽もあるマーベラスさんだね。マーベラスさんとエクシードさん、まあエクシードとマーベラスって書いてるけども、マーベラスさんの、アメリカの支店が、エクシードさんだね。はい、こんな感じになってます。で、マーベラスさんなんでね、フェイト、ね、プレイヤーの方プレイしておりました。で、こんな感じでね、マーベラスさんのブザーなってます。これはあの新作のね、サクナ、ですよね。ほらすごいこのね、キャラクター滑らかでね、私もあの注目はしてたんだよね。ここはね、ガンホーさんだね。で、ニンジャラっていうゲームだね。はい、こんな感じでね、たくさんねモニターがあって、多くのね、ユーザーがねプレイしてるって感じだね。なんかちょっと見てみようか。で、このブースはちょっとなんだろうね、私はちょっとわからないんだけども、で、あっちに、VR みたいなのがあるのかな。カレッジゲームだって。これはどこの国だろうね。フェリスステートユニバーシティって書いてる、大学のね、部署が作ったゲームなのかな、どっかの。これアメリカでこの州はないからね、違う国、アメリカ合衆国じゃないところだと思うんだね。で、このゲームもね、ブリングハムヤングユニバーシティっていう、大学が作ってるゲームだね。なんだろうね、このゲームもなんか音楽ゲームって感じなのかな、それともアクションゲームって感じなのかな。ここはね、キャラクターグッズのお店だね。スプラトゥーンとかカービィとかね、任天堂系のね、あのグッズ売ってるお店になるのかな、そんな感じだよね。リトルバディっていうお店みたいだけども、ここは任天堂のねグッズだよね、扱ってるのは。リンクとかトライフォースを持ったリンクとかね。で、セガさんのブースだからね、アトラスのペルソナがあったりするね。
こちらのペルソナがね。で、バルキリアとオクトが五徳と龍が五徳、あとソニックがね、こんな感じにセガさんのブースはなってますと。でこれがね、スマッシュブラザーズですね。で、ニンテンドーさんのところ、こんな感じになってるね。これファイアーエンブレムのね、最初のね、ほら主人公の時のマルスだね。で、これはピーチ姫の手袋と王冠で、今ね、スマッシュブラザーズのね、実況やってるみたいだね。ほら、こんな感じ。ちょっとこっちの方見てみようか。なんかピカチュウとね、EV が歩いてるよね。ほら、どっか移動しちゃったね。あ、やっぱりね、EV とね、ピカチュウのなんかあったんだね。で、スプラトゥーンの広告にね、スイッチの周辺機器っていうか、周辺のね、アクセサリーだね。あとマリオカートデラックスだって。あとポケモンだね。ほら、不思議だねとか。はい、マリオがいて、これもね、迫力あるよね。ここは見た感じ北京って書いてるから、中国のゲーム会社のブースだね。まあ、ちょっと人がいない社の、なんて言うんだろう、その売りにするものがないっていうかね、モニターとかがちょっとないよね。まあ、ここは中国系のゲーム会社のブースみたいですね。ここの周りはね、インディーゲームになってるね。ここはね、ソニックとね、プーマだね。で、ほら、プーマソニック靴、これは何だろうね。何だろう、こっち行って。いや、なんか剣みたいな、これすごいですよ、このフィギュア。フィギュアっていうのかな、ここまで来るとね、すごいよね。もう日本食がすごい強いっていうかね。なぎなたもこんなでっかいんだよ。ほら、ちょっと引いてみようね。これでっかいんだよね。どれくらいでっかいかっていうとね、なんて言うんだろう、私3つ分くらい、私3つ分くらいっていうのもすごい表現だけども、かなりでかいよね。で、これがね、ジュラシックワールドの、ね、新しいやつだよね。ほら、あっちにはね、クラッシュバンディークいるよね。これは多分オフィシャルなクラシック、あ、違う、全然アンオフィシャルっぽい。こちらはね、正面入り口から入ったブースなんだけども、トゥームレイダーズとかね、あるね。で、コールオブデューティーとかね。
奥がね、スイッチって書いてて、あとは、こちらナショナルビデオゲームミュージアムって、あの古いゲームソフトとかが置いてあるとかね、あの古い筐体とか置いてあるところじゃないかな。ほらすごいなあ、なんかすごいね、このレトロ感が。これ10億だよね。で、バーチャファイターあって、なんだろうこれ、ほら、いろいろね、古いゲームがね、置いてあんだよ。で、なんだろう、これ、あ、メタルスラッグ、ほら。で、これは、なんだろうね、あ、トロンだって、トロン。うわー、すごいな。これらもすごいよね。なんだろう、何に使うんだろうっていうか、ゲームなんだけど。でどうやってやるのかわからないゲームとかもちょっとあるな。私でもちょっとわからないゲームあるよね。でこれなんかカシオだって、ほら、ゲームが楽しい、シールが嬉しいって書いてるよね。で、家庭のテレビでつなげたやつを写真に撮れるのかな。あ、 PCFX もあるね。ね、素晴らしい素晴らしい。これなんだろう、スーパーファミコンみたいなんだけど、これは何だろう。でこれ64のマリオカートに、これ何だろう、分かんないな、ちょっとこれ分かんないね。でこれが、アメリカのファミコンってこうなんだよ。でこれコントラだね、コナミさんのコントラで、これ PC エンジンかな、ターボグラフィック FX だから PC エンジンだ。あ、スプラッターハウス、これね、面白かったね。でこのブースはね、見た感じね、ジュラシックワールドかな。ほらほら、ダンゲって書いてるよね。で多分正面がね、なんかジュラシックパークっぽくなってるはずなんだね、きっと。ほら、ジュラシックワールドって書いてるね。ちょっと光の反射でちょっと見にくいかもしれないけどね。ほら、ジュラシックワールドって書いてるね。で金網の中にね、あのラプトルがいるね。でちょっとピントが合わないんだけどね、ここはワーナーブラザーズだね。はい、でなんかこれはあの DC の、 あのヒーローズみたいな、レゴのゲームになるんだね。フェニックスさんの、ね、ブースだね。で、ドラゴンクエスト、あれは11だね、11があって、あとはなんだろう、キングダムハーツの新作はどこにあるのかな。ここだ、ここ、ここ、ほら、キングダムハーツ3って書いてるね。で、ここからね、キングダムハーツの、プレイアブルなね、ものが見られます。で、おそらくね、ずっと進められないと思うんだけども、多分、区切りのいいところまでなんだろうけども、こんな感じですね、キングダムハーツの3の新作の様子ですね。で、あっちの、ボードの方には、グーフィーと、空とリクがいるっていう。でスキュアエニックスのねブース、なんか狭いなと思ったんだけど、実はこっちに物販の方のブースがあって、これはほら、私の好きなスコールレオンハートのなんかカード多分8のカードなんだろうね。あとクラウドとセフィロスと、あと、これはライトニングだね。でこんな感じになってるね、物販のブースは。あ、わかった。それでさっきのところで、あれカードゲームで、ほらここでね遊べるようになってんだね。ほら、トレーディングカードゲームってできるようになってんだね。奥の方がね、物販っていうか、なんていうの、これは飲み物なんだけども、そんな感じでね、小さなブース、あれはチャンピオンだし。そういう、なんて言うんだろう、本当に物販みたいな服とかもこっち売ってるね。そんな感じになってます。これもね、物販だよね、物を売ってる感じだよね。これなんかミステリーボックスっていうかね、日本でいう福袋みたいな感じだよね。
ここはね、カプコンさんのところだね。これはロックマンだね。ロックマン11で、これはあのストリートファイターかな、ザンギエフいるよね。で、あとはこれカプコンさんの正面入り口なんだけども、ほら、ラクーンシティのラクーンポリスになってるから、これバイオハザードの入り口になってんだね。これさ、レジデンスイビルって書いてんだけど、バイオハザード2の、壊れたパトカーだね。それではですね、本日の動画はこれで終わりにします。私ですね、アメリカの動画の他にもですね、ヨーロッパの動画も撮っておりますので、よかったら見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではおやすみなさい。